あなたは普段食事中には何を飲んでいらっしゃいますか？食事のお供にちょうどいい飲み物の一つといえばウーロン茶ですが、実は美容やダイエットにも良い効果を発揮するようです。本動画ではウーロン茶の美容ダイエット効果5000とウーロン茶でダイエットする方法や注意点、おすすめの飲み方をご紹介します。ウーロン茶の美容ダイエット効果5000。1. 脂肪の蓄積を防ぐ。ウーロン茶が発酵する過程で作られるウーロン茶独自の成分であるウーロン茶重合ポリフェノール。この成分には食後に体内で吸収される中性脂肪の量を抑える働きがあります。中性脂肪は食後体に吸収されやすい性質があるので、この吸収を抑えることでダイエットにも効果的なのです。2. むくみ対策になる。コーヒーに多く含まれているイメージのあるカフェインですが、カフェインはウーロン茶にも含まれます。カフェインの利尿作用により尿の回数が増えると体内の水分が排出されるため、むくみ対策効果が期待できるのです。 3. アンチエイジング美肌効果。カテキンは緑茶に多く含まれていますが、カテキンはウーロン茶にも含まれています。またウーロン茶にはタンニンも含まれていて、これらには抗酸化作用があります。この抗酸化作用により細胞の老化を防ぐため、アンチエイジングや美肌効果も期待できるのです。ウーロン茶はただ痩せられるだけではなく、美しく痩せたい方にはぴったりなのです。 4. リラックス効果がある。ダイエットの大敵であるストレスですが、それも過度になると代謝の面においてもダイエットの邪魔になります。そこでウーロン茶に含まれるテアニンにはリラックス効果があり、ダイエット時のストレスも緩和してくれるのです。 5. 運動後の脂肪燃焼効果を高める。ウーロン茶に含まれるカフェインには利用作用だけでなく、交感神経を活発にする働きもあります。交感神経が活発になるとエネルギーの消費量が高まり、結果的に脂肪燃焼が促進される効果が期待できるのです。しかしあくまでも運動をした場合ですので、その点は注意が必要です。ウーロン茶ダイエットの方法や注意点。ウーロン茶ダイエットでは次の4点に注意しましょう。 1. 食事中か食後に飲む。まず胃に食べ物が入った状態でないとウーロン茶の効力は発揮されません。その理由は、対象となる食べ物が胃の中に存在することでウーロン茶には脂肪燃焼や油分の分解ができるようになるからです。 2. 運動前に飲む。運動前にウーロン茶を飲むと、飲まない時と比べ汗をかきやすくなります。これはウーロン茶には交感神経を活発にして基礎代謝を上げる働きがあるためです。つまり運動前に飲むとエネルギー燃焼の効率が上がり、ダイエット効果も上がるということなのです。 3. 飲む量に気をつける。ウーロン茶は飲みすぎると逆に体に悪影響を及ぼすことがあります。ウーロン茶の適量は1日に 600ml から 800ml 程度とされています。コップに換算すると約3から4杯ほどです。 4. 体を動かす。ウーロン茶を飲むだけではなく、適度に体を動かすことも大事です。ウーロン茶は食事中の脂肪分解に効果を発揮し、すでに体に蓄えられた体脂肪をなくす効果は期待できないためです。運動といってもエレベーターを使わず階段を使ったり家事全般など、ウーロン茶を飲んだ後にいつも以上に体を動かそうと意識すれば、おのずとダイエット効果が期待できますよ。ウーロン茶のおすすめの飲み方。ウーロン茶の飲み方としては、常温か温かくしたものを飲むことが重要です。冷えはダイエットの大敵なので、
冷たいウーロン茶で胃腸が冷えると代謝が悪くなり脂肪に変化しやすくなってしまいます。夏は冷えたアイスウーロン茶が飲みたいところですが、できるだけ常温かホットを選びましょう。以上、いかがでしたか？食事のお供として最適なウーロン茶ですが、飲み方やタイミングでダイエットにもなるとは驚きですね。ぜひ食事中や運動前に常温かホットのウーロン茶を飲む習慣を続けてみてはいかがでしょうか。